源頼政。源頼政は、平安時代末期の武将、苦行、歌人。兵庫が白源中世の長男。朝廷で、平家が戦王を極める中、それまで、正四位したお局くらいとしていた聖は源氏としては、突出した十三位女せられたことから源三味と称された。また、父と同じく、馬場を豪とし馬場頼政、馬場の頼政ともいう。 方言の乱と平時の乱で勝者の側に属し、戦後は平氏政権下で源氏の長老として中央政界に泊まった。平の清盛から信頼され、晩年には武士としては破格の13位に上りく行に列した。だが、平家の専門に不満が高まる中で、後白河天皇の御子である、持人をと結んで挙兵を計画し、諸国の源氏に平家打倒の領事を伝えた。 計画が露見して、準備不足のまま挙兵を余儀なくされ、そのまま、平家の追悼を受けて、宇治平等院の戦いに敗れ自害した、持ち人王の挙兵。頼政は、源の頼光の系統の摂津原子で、機内金国に地盤を持ち中央に進出し、朝廷や、石関家近くで活動する警部士だった。摂津国渡辺、現在の大阪市中央区を基盤とし、 当地の滝口武者の一族である佐賀源氏の渡辺氏を老頭にして、大口氏後、皇室敬語のこの絵兵のようなものの任についていた。頼光は、君家との交流が多いことから、著名な歌人でもあり、その子孫たちも和歌をよくした。頼政もまた優れた歌人として後世に知られることになる。青年期の頼政について資料は乏しいが、父の中政が、 下宇うさるに赴任したときに、これに同行している。法園年間、1135年から1140年、頃に家督を譲られ、法園2年、1136年に六位蔵人に、赴任され、同年中五位下に助された。頼政は、とば院に仕え、長飛の美福門院や院近親の藤原え成と、交流を持っている。とばいん末期、 後白河天皇と須徳上皇が対立、芳法王が重徳に陥った際、美福門院へ頼りにすべき武士として名を挙げた一人に頼政の名があるなど、この頃頼政は美福門院に近い立場にいた。芳葉法王法御法の方言元年、1156年に方言の乱が起こると、頼政は美福門院が支持する天皇方に組首相者の側となった。 しかし、同族全体で見ると、川内源氏は、源のためよしとその長男、義友が分裂。ためよしとその子供の多くが処刑される、大打撃を受けており、摂津玄師でも、よ政のいとこの子である、ただらい玄が死息と共に処刑入れている。その方言の乱の前年、九十二年、百五十五年には、関東で義友の長男、義平と、争いをオークラ合戦で討ち死にした。 源の義方の長男、中江、木曽義仲の二位を、敬意は不明だが養子にしている。また、方言の乱の翌年、方言二年、1157年には、頼政の弟の来光が、突然罪を受けて、流罪となり自害する事件が起きた。頼政は、来光の子の源の胸より、源成功、源、加熱名を養子にしている。方言三年、1158年、 陰の昇殿を許された。方言の乱の後、後白河天皇が権力を握り、その側近、神勢が勢力を伸ばした。しかし美福門院らの一派が、主人親皇、二条天皇への上位を求めてくる。もともと、主人即位までの中継ぎとして即位していた、後白河帝は、上位せざるを得ず、陰性を開始した。だが、対立は解消せず、後白河陰性支持派。 二条天皇神聖派が生まれた。その上、権力を掌握していた神聖が天皇神聖派と関係があったため、純粋な陰性支持派として藤原信頼が台頭してきた。方言の乱で石関家の権威は地に落ちており、神聖派、信頼派、二条天皇神聖派が対立して政局は混乱を極めた。政局混乱の中で、信頼らの陰性支持派と、 天皇神聖派は、反神勢で手を結び、平時元年、1159年12月、都で最大の軍事力を有し、中立派の平野清盛が、熊野三景中という軍事空白期間に、神聖政権へのクーデターを起こして、神聖を殺害、権力を掌握した、平治の乱。微福門院が支持する二条天皇への支援という、名目で、頼政は、 この信頼中心のクーデターに参加した。しかし実権を握った信頼派と協力のみの天皇神聖派はすぐに反目し、平の清盛が中立から反信頼となると、天皇神聖派は二条天皇を代理から脱出させて、六原の清盛陣営へ迎えてしまった。この結果、二条天皇や美福門院に近い立場にある、頼政は、信頼に従う意味を失うこととなる。 12月27日、清盛と義友の決戦が行われた時、信頼に従う意味を失った頼政は、最終的には二条天皇を要する清盛に味方した。同じく二条天皇側近として、信頼法に加わっていた、現行法も清盛方につけた。その一方で信頼と最後まで行動を共にした、義友は、廃止して、川内源氏は没落。 事実上中央から消えてしまった。頼政は、平氏政権下で、中央政界に止まり、源氏の長老の位置を占めた。任南2年、1167年、14下に少女。頼政は、大内守護として、嫡男の中綱と共に二条天皇、六条天皇、高倉天皇の三代にへ、また、後白河法皇の武力として活動している。安言三年。 1177年、陰金神の最高と対立した、延暦寺大衆が豪祖に攻め寄せた時には、平野茂森らと共に、御所の敬語に出動している。歌人として優れていた頼政は、藤原春勢や都市へ、陰府門院、大助など多くの著名歌人と交流があったことが知られ、その映画は、四鹿衆以下の直線和歌衆に、敬語十九首に集しており、歌衆に、 原三美頼政まが残る。また、晩年は寒意への不満を漏らす歌が多くなっている。頼政の異界は、正四位下だが、十三位から学業であり、正四位とは格段の差があった。七十歳を超えた頼政は一門の栄誉として、十三位への昇進を強く望んでいた。自称二年、千百七八年、清盛の推挙により念願の十三位に少女した。 平家物語によると、清盛は、頼政の会議について、完全に失念しており、そのため長らく聖四位であった、頼政が。という和歌を読んだところ、清盛は初めて頼政が聖四位に止まっていたことを知り、十三味に昇進させたという。史実でも、この、頼政の十三味昇進は相当破格の扱いで、九条金金が日記、玉用に、 第一の陳字なりと記しているほどである。清盛が頼政を信頼し、永年の忠実に報いたことになる。この時74歳であった。翌自称三年、1179年11月、出家して家徳を嫡男の中綱に譲った。この頃、平氏政権と後白河院政との間で、岸見が生じていた。自称元年、1177年に、 獅子型にの陰謀事件が起きて、法王の関与が疑われた。そして、自称三年、1179年11月、法王と対立した清盛は福原から兵を率いて、刑へ乱入して、クーデターを断行、陰性を停止して、法王を遊兵する巨に出た、自称三年の政変。翌自称四年、1180年2月、清盛は高倉天皇を上位させ、 高倉帝と清盛の娘、徳子との間に生まれた三歳の安徳天皇を即位させた。これに不満を持ったのが、後白河法皇の第三王子の持人王、高倉宮三条宮である。持人王は法皇の妹、八条院、古内親王の勇士となって皇位への望みを繋いでいたが、安徳天皇の即位でその望みが全く断たれてしまった。頼政は、 この持人王と結んで、兵士政権打倒の挙兵を計画した。挙兵の動機について、平家物語では、中綱の相場をめぐって、清盛の三男の平宗盛がひどい侮辱を与えたことが原因であるとし、頼政は、武士の意地から挙兵を決意して、夜半に、持人王の屋敷を訪ね、挙兵を持ちかけたことになっている。一方で、代々の大内守護として、 トバイン直系のこの絵天皇、二条天皇に仕えた、頼政が、系統の違う高倉天皇、安徳天皇の即位に反発したという説もある。また、持ち人との共謀自体が、頼政挙兵の動機を説明づけようとした、平家物語の創作で、5月21日の温情時攻撃命令に、出家のみである頼政が反抗したために、兵士側に捕らえられることを恐れて、 持人王側に走ったとするる説もある同年4月、頼政と持人王は、諸国の源氏と大事者に、兵士だとを呼びかける領事を作成し、源の行へためしの柔軟を伝達の使者とした。だが5月には、この挙兵計画は露見、兵士はケビ備氏に命じて、持人王の逮捕を決めた。だが、その追っ手には、頼政の養子の兼綱が含まれていたことから、 まだ兵士は、頼政の関与に気づいていなかったとがわかる。持ちひは、恩城寺へ脱出してかくまわれた。5月21日に兵士は、恩城寺攻撃を決めるが、その編成にも頼政が含まれていた。その夜、頼政は自邸を焼くと、中綱、加熱な以下の一族を率いて、恩城寺入り、持ちひとと合流。兵士打倒の意思を明らかにした。挙兵計画では、 恩城寺の他に、遠略寺や幸福寺の決起を見込んでいたが、兵士の怪獣工作で、遠略寺が中立化してしまった。25日夜には、恩城寺も危険になり、頼政は、持人王と共に、なんと幸福寺へ向かうが、夜間の幸軍で持人王が疲労して落馬し、途中の宇治平等院で休息を取った。そこへ、兵士の大軍が攻め寄せた。 二十六日に合戦になり、頼政軍は、宇治橋の橋板を落として抵抗するが、兵士軍に宇治川を強行とかされてしまう。頼政は、持ち人を逃すべく平等院にこもって抵抗するが、大勢に、無勢で、この中綱や宗綱や金綱が次々に内ちにあるいは、自害し、頼政も、自制の苦を残し、渡辺将の解釈で腹を切って自陣した。 去年七十七、持人王は脱出したが、追いつかれて討ち取られた。持人王と頼政の挙兵は失敗したが、持人王の領事の効果は大きく、これを報じて、源の頼朝、義仲をはじめとする諸国の源氏や大事者が放棄し、自称、樹衛の乱に突入し、兵士は滅びることになる。頼政の抜師の広綱や中綱のこの友好を、聖綱は、 治業国の伊豆国に行ったため生き残り、伊豆で挙兵した、頼朝の幕下に参加している。日付は、旧暦のもの、古典、平家物語には、ぬえと呼ばれる、怪物大臣の説話が記されている。それによると、この上天皇のおよ、帝が毎晩何かに怯えるようになった。その昔、帝の山兵入るのため、源氏の当領、源義家が、御所に上がり、 仏守守、源吉へ、と叫んで、弓の弦を三度鳴らしたところ病馬が退散し、帝の容体はみるみる回復した。そのためこの旅も、武士を警護につけるがよかろうということになり、同じ源氏の一門で武勇の誉れ高かった頼政が選ばれた。そして深夜、頼政が御所の庭を警護していたところ、牛虎の方角、 イコール北東の方角よりもくもくと黒雲が湧き上がり、その中から頭が猿、銅がたき、手足が虎、尾が、蛇というヌエと呼ばれる怪物が現れた。頼政は弓でヌエを追い、駆けつけた老頭、猪の太やふとし、いが太ちで仕留める。その後、頼政は仕留めたヌエの体をバラバラに切り刻み、それぞれ笹の小舟に乗せて海に流したという。 現存する平安期の日本刀に死子王の功が付けられた太ちがあり、このぬべ大臣の功により、朝廷よりよりまさに貸手されたものである、との伝承がある。墓所は終焉の地である、京都府宇治市の平等院。頼政の命日である5月26日には、毎年法要が営まれている。その他、老刀、今はや太らが頼政のお地みなもと、国名を、 山形国顔の美野の,の領地に首を持ち運び、葬むったとの伝承が残る岐阜県関市の蓮華寺や、老頭下も神戸市があるを祀ったと伝わる茨城県古河市の頼政神社、ちらにも、頼政の首塚伝説が存在、京都府亀岡市西筒寺が丘の頼政塚などがある。また、頼政との直接的な関係はつまびらかでないが、兵庫県西脇市の長明寺にも、頼政の墓があり、 周辺に、ゆかりの地とされる場所が残っている。関東近県に、いくつかある。多くは、旧藩主大河内氏が、源の頼政党を祖先として祀ったもの。関東近県に、いくつかある。摂津源氏の着流であった、源の頼綱の次男、中世の長子として生まれ、源の頼光の野社号に、当たる。ただそうを継承した忠源氏の傍流に当たるが、 簡易の面で最も栄達したことに加え一門の長老的存在にあたことなどからよりまさを摂津源氏の着流と捉える見方もある。よりまさは摂津源氏の本拠地忠だが叔父の系統に相続されたのに対し、摂津国渡辺付近、現在の大阪府大阪市付近を本拠としたとされ、同時に 武士団を形成する渡辺党を主力の老党としていたことがく知られているほか、下宇佐国の八条院領下神戸僧の開発領主である下神戸幸義の一族もその老党としていたことが知られている。東国武士である下神戸氏を老党とした背景には、父中生が下宇佐守として、頼政を伴い人国に下校していたことや彼らの 所要である下神戸荘の成立によりまさらの協力があったことなどが考えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。